橋林寺は、群馬県前橋市住吉町にある寺。本尊は、聖観禅音菩薩、三号は、青松山、陰号は、高築院、宗派は、曹洞宗で、1475年に、長尾西門影信が会期し、1477年に、多摩神経師汚将によって解散された。1475年、馬山市上主、長尾西門一影信が、 カナイグルワに創建。1477年、沼高章山流芸院の慶手を章により、解散される。当初、清少山本橋院と言ったが、1585年に、橋林寺と改められる。その後、天正年間に、広小寺へと移転。1650年2月、現在の場所へと移転。1785年7月、火事によって、ガラン。 重宝が全焼。1853年には、雷によって消失。1932年のお骨堂を浸行。1945年8月5日、空襲で、本堂、栗などを消失。死体収容所として、庭で火葬が行われた。1932年に竣工。中村鎮設計、小林工業施工。地上1階、地下1階建て。 納骨堂として建築されたが、元の本堂が空襲で焼失したため、本堂に改築された。図子に秘仏が暗記されていて、この秘仏は子育て観音として有名。また、この秘仏を開くと可能があると言われており、五海町は60年に一度、1955年に建立、梵昇は1895年、山岸黒部への作、金身長88センチメートル、 合計69センチメートル、重量推定370キログラム。太平洋戦争の時に供出されたが、終戦後に、八王子の森田鉄工所で発見され寺に戻された。ありがとうございます。